もピョキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースト4トロールスリードザディスクリプションということで、このトロールコースは書かれているもので読んでくれと、そういうことでしょうか。任せてくださいよこのピオキング。今まで数々のトロールコースをやって全てクリアしてきました。書かれているものを読んで罠を回避することぐらい造作もないことなんですよ。皆さん見ててください、これフラグだから。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.03% でさ、最近やっとスタバで桃フラペチーノが飲めたね。いやめっちゃ美味しいのみたいな。すいません黙ります。じゃあここは一旦さ読めって書いてたから、この矢印信用していってみる。今日は合ってたよ、矢印信用していい日だね今日は。完全に天が味方してくれてるね。開幕ブロック。なるほどね、この下のピースエッジは踏んではいいけど、このキノコは取るなっていうことなんだね。そしたらバネ攻撃が回避できるっていう感じでしょう。そんで僕実はさっき見えたんだけど、フラワーが出てくるということが、このフラワーを取って先に進めるっていう感じだと思います。この風は絶対に怪しい。まあ行くしかないよね。でもさあ僕は飛び出したいと思います。呼んでいる胸のどこか奥で、この先は針しかないんだけど、でも僕はスタートからやりな。ねえみんな、今のでさブラウザバックした方めっちゃいると思わない？すいませんでしょ、ケンさんの方。僕はいつもこうなんですよ。っていうか、ここ隠しブロック出るんだね。いつも共感性羞恥心とか言われてるけど、いつもこんなやつなんですよ、僕は。気にしないで。じゃあ、ここはハテナブロックを叩く。一生やし、ここしゃがんでいけそうじゃない？ガマ発見したいと思います。ほら、来た。これで2回も当たっていいよ。右行ける？よしよしよし。そして、ここは僕は左に。僕の脳が一番頑張ってるね。いつもズルすることしか考えてないんだから、僕は。早く進んでくれないですかね。そんなんだからいつもズルキングって言われるんだよ。まあ一回も言われたことないんですけど。そしてここはアイテムがないと先に進めないけどさ、この四角の枠は、なるほど、これがアイテムっていうわけね。親切にどうもありがとう。じゃあここは一旦2分の1だな。上は怪しすぎる、下が正解なんじゃないか。もうこのからのコースだいたい読めたね。隠しブロックを使ってくるのが多いからさ、隙間とかに入んない方がいいよ。絶対この下とか隠しブロックありそうだもん。絶対行かない方がいい。もう絶対隙間とかに入んない、こういう絶対隠しブロックあるよ。そしてここはピースイッチを押すしかないと思うんだよね。そして中間ゲット。ナイス、今日はさ中間位置早かった。いやこれはまだ生きれるでしょ。いや違うんだって。まあまあ中間ポイント取れてるからよかったけど、絶対この下行った時さ隠しブロックがあって土管の方に戻れないっていうことだと思いました。垣間見える優しさね、制作者の。トサカがー、ちょっと待ってよ、四角の枠行ったらいけないってことは右に逃げろみたいな。なるほどね、これでトサカやっつけれるのか。左の穴怪しいな。でも僕は行かない、数々やられてきてるからね、あの穴に。なんでこのまんま何もしないで赤い土管に入っていきます。これが正解だよきっと。あそこアイテムがないといけないよね。じゃあこの下絶対アイテム隠してると思う。なるほどね、てれれてっててがあるのね。そしてこのまんま乗っていけと。なんでよ、ちょっと待って、今の意味わかんない。絶対に乗れてたよね、優勢取ったら。あれ、なんで今度乗れないの。今完全に乗れてたよね。 USA 取ってたらこのクッパクラウン乗れないみたいな感じなのかな。なんでなんだ、もうおかしいやんか。もうこんな運要素みたいなやめてよね。今乗れたけど、じゃあ一旦この場所にクッパクラウンを避難させておいて、こっから乗っていこう。これだったらもう安全だよね。さあ行きましょうマリ。クッパクランの操作まだ苦手なんだよね。でここは何もしないでいいのから、一旦上の場所に避難しておく。多分この場所だったら安全だよ。さあボベ、はっ、いや全然いい。いやでもアイテムがいるよね。
なるほどね、多分上の場所で待機しておけばよかったのか。そういや動画の最初でさ、桃フラペチーノ飲んだって言ってたと思うんだけど、あれなんか飲んだことあるような味だなと思ったらさ、ネクターっていうジュースとめっちゃ似てない？それに桃の果実の生クリームを乗っけたみたいな。なんか僕の印象はそんな感じだったね。それじゃあここは一旦壁を踏んでいく。多分ここさ、青を消した状態で行かなくちゃいけないんだろうね。なんでさっき青をしたからダメだったんだよ。なんでこの状態で行けるみたいな。そしてあどんだけコメントでよく言われるんだけど、まあ本人の名前を口に出すのは悪いからちょっと濁すね。ヘッホーさんの声とめっちゃ似てますよねみたいな。なんでちょっとモノマネしてみたんだけどさ、似てた？まあ似てなかったら今後ねちょっと精進したいなと別に思いません。今たまたまゲラが取れたけど、左下あそこ行ったら絶対隠しブロック合ってたよ。さあここの中間ポイント絶対に取る。ここでは、いやまだ全然ある。ここでどこもかしこもガッチブロックつけやがって僕前も言ったかもしんないんですけど、トロールコース最強の輪なんて絶対隠しブロックだと思うよ。でどの辺でフラワー出てきたっけ。なるほどね、このフラワー取って先に行けと。空気読めよちょっとはさ、今全然中間ポイント取る流れだったでしょ。どけよ次は絶対に中間ポイントが取れると思います。この四角の枠の隠しブロックを叩かなかったらいいっていうことでしょう。なんでフラワー出てこないの今度。なるほどね、あの土管から出てくるから離れておけと。そしてこのまま溶かして中間ポイントゲット。よしよし。であの50コインめっちゃ怪しくない、まあ、中間ポイント取ってるしね、この50コインの方が正解だと僕は思います。まあまあ一気アップしたから脳幹だね。はい、それじゃあ無事に中間ポイントに取れたね。ここは上と思いきや下が正解、絶対なんかあるよ。ガーッ、マリオさんしっかりしてくださいよ。ちゃんと台本通りに動いてくれないと主役をルイージに回しますよ。こっからちゃんと台本通りに動いてくださいね。ここはハテナブロックを叩く。そしたらカッ、いやこういう絵柄が欲しかったんですよ僕は。いいですねマリオさん。そしてあなたは地獄へ行こう。じゃあここは一旦四角の枠で何もしないでおこうか。絶対この砲台落ちると思うんだけどな。なんもないね。はいどうもこんにちは。ここは地理耐久ですか。いや全然いいよ、待ってたよ。しばらくだったね地理耐久。なんだこんなもんですか。ここわからね、もう左下行くしかないよね。でもここ絶対隠し枠やっぱあるよね。あっわっ、いやなるほどね、あのベッドの上に乗せてもらえばいいんだ。なんでここは左下のフラワー取ったら何もしないで待っておけばいいんだ。そしたらベッドが上に上げてくれるっていう感じでしょ。何度もボメ出たっけ。じゃあここはスネークブロックに乗ってどうなる。うわ右、いやこの四角の枠で待っておこうか。それが正解だよきっと。このスネオが、じゃあどこで待っておけばいいの。何もしないで置いてみる。そしてスネークブロックが戻ってきたところで一緒に行くみたいな。多分そんなか上、いや多分こっちで合ってる合ってる、多分右に行くでしょ。でこのまま先に、これ多分隠しブロックあるよどっかに。だもうないのか。じゃあこのまま、いや上行ったら絶対砲台が出てくると思った。今ノーって書いてたけど大丈夫ですかこっちは。いや死に耐久なんじゃないの。なるほどね、あのボム兵を着火させるっていう死に耐久ね。いやでもこれそんなに難しくないよ。多分ここでオンオフさえやっとけば勝手にやってくれるでしょ。やれよ、何やってんだ。いやむずけえなこれ地味に。頼む、いや本当に難しいこれ。え、いけんのかな。あ、いけないいけた。これでワンワンがこっちに来るっていうわけか。でもさ、こっから先どうやって進めばよかったんだろうね。ここさ、上にツタがあるから上に行くんじゃない。なんでスネークブロックがこの場所に来たら上のツタに捕まってみよっか。多分それでいけると思うんだよね、ここ。よし、多分こっちが正解だね。さあ、パン様、ここに隠しブロックは設置してないよな。お願い、パン様。それじゃあここはさ、ブラパのところに隠しブロックがあるみたいな感じなんかな。真ん中行っておこうか、どっちも発動できるように。なるほどね、鉄球も出てきてくれて隠しブロックを壊してくれるっていうわけか。え、ここさ、最初の場面じゃないの。いや絶対こっちで道は合ってると思うんだけど、こっからどうするかだよね。一旦下降りてピンスイッチ、さっきと違うやんか。いや久しぶりにさっきと違うやんか言ったね。じゃあここは左のピンスイッチを踏んで右の土管に入る。今度はキノコを取っていっていいと思うよ。ここさっきと違う場所がさっきと違う場所に出る。やっぱりそういうことだね。いやここは引っかからないよ、絶対隠しブロックある。
いや、USA キノコが笑って言う可能性もある。頼む、ジャンプしてこっちに来て、そしてマリオ手を伸ばして取ってよ、その USA を。いや、パンがあるよ、頼む。もう疲れたわ、隠しブロックに突っ込むの。それじゃあここの場所で USA キノコを取って先に進めると、ここ隠しブロックないんだね、絶対ありそうだと思ったんだけど。じゃあパンブロック発動して、上か右かだよね。うわ、どっち行こう、一旦右行ってみる。そしていや、予想はしてた、予想してたけど、こんなに早く入る土管が来ると思わなかった。しかも中間ポイント1。いやいや違うんだって、もっと先だよ、土管に入るやつがあると思ってたんだって、完全に油断してたね今。それじゃあ無事戻ってきました。このパウでブラボーを消し去って左上の方に行ってみようか。そしてチビになってあの扉に入ると、バーとかないよな、一方通行みたいな。よしよしよし、もうゴールあっていいよ、そろそろ。え、おーっと、レベルホールドライト、おーっと、ホールドレベルライトってことかな。っていうことはさ、これ右押しっぱをスタート画面でしてたらいいってこと？いや絶対そうだよね、なんか下開いたけど下行けんのかな。なんもないや。まあ一旦さ、これスタート画面で右押しっぱしといてみる、多分それでゴールできるみたいな感じだと思うんだよね。ちょっと待って、その前にさ、こっから右押しっぱしてみる、中間ポイント2から。そしたら先に、うわ、いける、なるほどね、こっちが進むべき道っていうことか。いや、この作りは絶対に分かんないよね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ18、最強のクリボーかける10ということで、まず説明文を見てもらっていいですか。1体倒すのがむずいのに10体もいるの、しかも10秒ということで、まあサムネを見る感じじゃですね、上り坂にクリボーが設置してあって、そのクリボーを倒していくだけだとは思うんですけど、たったそれだけなのにクリア率が 0.36%。 このコースめちゃくちゃ難しいんじゃないでしょうか。で、このコースでクリア率を下げてるのがやっぱりタイムだと思うんですよ。なんで常に右ダッシュでいきます。そしてクリボーを倒す。いや違うんだって。なるほどね、この坂でダッシュしながらクリボーを倒すのが難しいと、そういうことなんじゃないんですから。え、いや、なかなかいいんじゃない、これまさか一発成功いけるパターンですか。いやどう、うまいでしょ。やべえ、もう終わっちゃった、どうしよう。え、今日これで終わりでいいかな。しかも最速タイム取ってるし。あー、どうしよっかな。いや、意外にも早く終わっちゃったもんだからさ、自分自身が一番びっくりしてるね。まあどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。